どうも、ふみっぱの太一です。今回は8の字ドリフトの手本走行になります。車はアルテッツァのターボです。値段安いのに思ったより走って、結構これ学生とかが買う車としてすごいいいんじゃないかなって、ドリフト入門用として。で、動きも悪くないし、結構走れる車でしたね。これはちょっと驚きでした。で、これふみっぱの筑波ジムカーナ場でやってるドリフトグリップ練習会、平日開催してるやつなんですけれども、このようにお客さんの要望があったら手本走行したりしたりとか、あとは横乗ったり外から見てアドバイスしたりしてます。で、参加料の方は 1.2 万円で、第3か第4の水曜日に月1回開催してます。で、台数がまあ大体行っても今のところ9台までしか来たことないので、基本たくさん、すごい本当に疲れるまで走れますね。で、コースの方は2分割してまして、こっちは小さい方の、速度が乗らない方のコースの方となってます。まあそんな内容なんで、もしいいなと思いましたら、毎回参加者は少なくて、まあ赤字になってるんで、参加者大募集中です。次回も5月にやりますんで、来ていただけるとありがたいです。なんか他に見たいのあります？サイド使ってドリフトするのが見たい。サイドあんまり使わないんですよね。で、普段は散水して滑りやすくしてでやってるんですけども、これもう走行時間終了ギリギリぐらいだったんで乾いちゃいましたね。もう一回散水すると走行時間その分減っちゃうんで、散水してないんでちょっと乾いちゃってます。で、なんで散水してるかっていう話なんですけれども、散水することで高速域じゃないと出ない挙動、タイヤの限界が高くて出ない挙動とかが低速で回っているんで、安全に低速で高速で出る挙動を練習できるということで散水してます。乗りやすいですね。それは教えてますからね。ご参加お待ちしてます。ご視聴ありがとうございました。